それでは間もなく15時15分から J レジェンズ対スマイラーズの一戦をお送りいたします。15時15分から J レジェンズ対スマイラーズの一戦をお送りいたします。ここからは配信でご覧の皆様、那須大輔さんの YouTube チャンネルで、ご覧いただけます。よろしくお願いいたします。放送席には本田圭佑さん、引き継ぎと、そしていや、違います、もう僕戻りましたか、はいはい、脇彦さんで大丈夫ですか。はい、大丈夫です、はい、脇彦さんとウンパルンパさんに登場していただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずは、巻彦さん、はい、本当にこの第1試合第2試合の間のイベントをつなぎ、お疲れ様でした。一番疲れましたね。何や運営の宮丸ってやつは。ちょっと宮丸さん後でしばいた方がいいですね。しばきます、ガチの方でしばきます、はい、忘れ物もするしね。はい、楽しいイベントですよ。はい、そして宮丸さん、第1試合も出場されましたけれども、はい、いかがでしたか。いやまずね、このピッチで、はい、サッカーができて本当に幸せ極まりないこととプラスして、はい、ここね、お休みの日に貴重な時間を使って、はい、こんだけの、ね、みんなの前でプレーできたこと、もう僕も大学はもう本当6軍とかだったので、うん、考えられない。確かにな、こんな5年後、確かに、うん、まあ、確かにだけど6軍にはそんなこんなとこではプレーできない。もうちょい言い方あるやろ。優しい言い方。いや楽しみな一戦ですね。いやそうですね。何やその入り、はい、メンバーすごくない。メンバーよ、メンバーやばいっす。はい、本当にもう意味不明なぐらいの人たちが集まってます、もう本当に昨シーズンまで現役で、プレーをされてた選手たちが揃っていますけれども、ウンパさん、注目選手、いかがですか。いや、やはり那須大輔ですかね、はい、いや、那須さん、ぶった切っていきたいなというふうに思ってますね、はい、はい、まあ、いろいろとプレーについて、はい、ぜひお願いします、はい、牧彦さん、いかがですか。僕、そう、レジェンド、やっぱメンバーすごいんで、はい、キーパーの圭佑ですね、はい、あー、キーパーの圭佑は一番レジェンドじゃない。おい、やめとけ、言ったんだ、かわいそうに。プレーされてますもんね。、はい、めっちゃ振ってるやん。圭佑もでもレジェンドチームに入るってなって、はい、ほんまに嫌って言ってましたよ。あ、そうですか。じゃあ嫌っていうのは、あの多分自分がこう恐れ多い的な意味の嫌ですよね。そうそうそう、はい、深谷選手は少し選手全体の中で少し年下の25歳ということで、そうですね、はい、でなぜか知らんけど、はい、あの康次郎もベンチにいるんですよ、レジェンドの方に。なんで。それは本当になんで。それでは両チームスターティングメンバーご紹介いたします。まずは J レジェンズからです。ゴールキーパー1番深谷圭介、ディフェンダー5番駒野雄一、ディフェンダー4番那須大輔、ディフェンダー29番つばてにこと鈴木翼、ディフェンダー6番太田光介、ミッドフィルダー10番柏木陽介、38番菊池大輔、18番田中純也、7番大津裕樹、50番小林翔太、フォワード20番李忠成です。続きましてスマイラーズのメンバーです。1番岸大、ゴールキーパー1番岸大成、ディフェンダー21番矢吹隼人、10番パナ、4番ガッパイ高島、2番杉山俊樹、中盤6番三浦和馬、石橋俊春、菅井文人、太田裕太、前線京太郎、京太郎、岡田直也です。現在レムナススタジアム、場内の32.3 度、湿度 25% となっております。どうですか、試合前、その森保さん的には。こう今日ですね、我々日本代表の、選手、スタッフとともにこう我々が一致団結をして戦うこと、そして、サッカーファミリーと日本国民で全員で、ワールドカップ優勝に向けて戦うこと、それを、しっかりと、年において、森保さん多分どこかにいらっしゃるのでちょっと今日は緊張しています。はい、どういうこと。あの放送席ちょうど後ろにですね、あの森保はじめさんいらっしゃっております。うわすごいな。いや本当に森保さん、ありがとうございます、公認いただきました。めっちゃええ人ですか。昨年、はい、昨年度にね、はい、公認をいただきまして、目の前でモノマネされてましたね。あ、そうなんですよ、はい、もう心臓飛び出るぐらい本当に緊張しましたね。僕らなんかにも優しくしてくださるんで本当にいい方です。本当にいい人です、はい、僕勝手にお父さんって呼んでます。なんでや。さでは前半スタートです。左エンド J レジェンス、右エンドスマイラーズです。どんな試合の始まりだ。いやー J レジェンス本当に僕らも何回かこの全く同じメンバーではないんですけど、はい、あの柏木陽介さんや大津選手だったり、はい、あの一緒に対戦させてもらったことだったり、あの味方になったことあったんですけど、本当に信じられないぐらい上手です。当たり前やろ。
当たり前だろ。プロやで。なんかやってたんですか。サッカーの J のプロの方のレジェンドの方、はい、そうなんですね、うん、柏木選手は2017年の ACL MVP です。いや本当に柏木さんに関して言うと本当に目が多分5つぐらいあります。2いや後ろにあるんですよ本当に。ほんまにあるそれぐらい視野広く見えるってことですね。視野が広すぎる。それぐらいってこと、はい、ほんまにあるんかと。あのね FC 岐阜で、はい、柏木選手と、はい、田中純也選手のね最後の試合僕見に行きました。あそうでしたか。現地でどうだったっすか。もう上手すぎる。当たり前です。目が5つあるんかな。同じこと言うな。滑ってたことを言うな。滑ってないよ。左からつけて菊池大輔です。えぐいやんメンバー。マークにつくのは三浦和馬。ここは一度戻します。6番の太田光介。もう一度菊池。縦関係を使って太田が追い越す。回すのが本当にうまいんですよ、レジェンドの感じ。戻して柏木。うまっ。うわっ、来た来た来た。戻します、那須大輔。あっ。あっ。あっ。パス交換。あっ。いけ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 。ちょっとうまいな、くそ。はい、ちょっと。7番の太田が飛び出していきましたが。ハイアルチやりすぎなんですよね、あの人。階段トレーニングやりすぎて、逆に体が重いです。無酸素をやりすぎてる。はい。なるほど。酸素あるとこに慣れてない。いやちょっと那須さんとかはめたいですね。そうですね。今は那須のキックから跳ね返されてスマイラーズチャンスになりかけました。あ、そうか、今僕らもう呼びつけてもいいのか。そう、実況解説なんで。いや、僕はさん付けでやりますけど。そしてリー・タドナリ。リーさん。お、来た来た。お、那須持ち上がる。お、縦パス。うわ、いい縦パス。これが繋がる。そして駒野。うわ、うま。入れ替わってのクロスボール。後ろから。うわ。菊池が合わせました。うわすげえメンバー。いや今の一連の流れえぐいな。駒野は川下のクロスでした。え7番は大津幸です。うわすげえ。お、ありますよこれスマイラーズ。京太郎、京太郎が持ち上がる。うわうまくデュエル勝ちました。那須大輔やっぱちょっと、あ、お、ここは近くの選手を使います。いや最初だけでしたね那須さん。そんなことないやろ。えそんなことないよ。キーパーや、レジェンドや。ゴールキーパー深谷圭介です。レジェンドじゃない。やめとけ深谷選手ね。ちなみに共にプレーしているどんな方でしたか。圭介くんですか。はい。いやもうキックがえぐいっすね、ま、なるほど。めちゃくちゃ飛ぶっす、本当に。キックだったら本当もうレジェンド並みじゃないですか、やっぱ。めちゃくちゃ、ほんまに、うん、青森山田とミナーズが試合した時に、はい、キックが飛びすぎてトス入ったんで。あ、そうなんですね。それがきっかけだったんですね。そこだけなんで。そんな理由じゃないでしょ。もっとあったでしょ。あと顔がかっこいい。顔かっこいいですね。まあ、イケメンですよね。はい。あとめっちゃ素敵なあの、ね、カップルのチャンネルをやってるんで。はい。イブ CP っていう、うん、最近ね、カップルチャンネル。なこなこかイブ CP やな。どこがや。やめてめ。選択肢すごいですね。やめてめって。やめてめ。いやね、いやでも本当にもう世間が気づいてないだけですよね。うん。なこなこぐらいのやっぱ素質はありますから、どちらも美男美女で面白いし。ケイスケの彼女さんも今日来てるって。お、コハちゃんですか。そう、コハちゃんどこにいるんですかね。コハロンですか。コハロンじゃないですね。コハロンさんとね、下の人ですか。おい、やめとけよ。やめとけよ、ほんま懲りてへんな、ウンパは。もう逆、あなたはね、コメント高っぱり高島持ち上がります。コメント一件一件全部に返すからね。コハロンさんファンでね。7番大田から9番の岡田直也。でもいい関係ですよね、コアロンズのファン。当たり前やん。お、縦パス入りましたよ。縦パスいった。ここはカットして J レーズボール。周りを見る柏木、そして小林翔太。最終ライン戻します、那須大輔。いや左でもあんというんですね、やっぱ浮かす必要あったかな。ボールは繋がっています。てかこれ、これすごくないですか。うわ、ほんまやな。めっちゃもうほぼダゾーンって今言っていいんかな、その言っていいよ、下ネタとかちゃうからダゾーンが。なんかダゾーンみたいじゃないですかこれ。ちょうどですね、この屋根の上からもカメラがありまして、そこから抜いてるんですよ。うわ、いやそこがすごいって言ったんちゃうやろ。このモニターが目の前にあることがすごいって言ったんやろ。違う違う。あ、この画面が、映画、あ、映像がってことか。失礼しました。なかなかなくないですか、だってないね。さて持ち上がる石橋です。戻す。いやー、素晴らしいサイドチェンジ。来た、繋がった。いけいけ。太田、太田優太。戻して2番の杉山俊樹。
このキックは惜しいですね。少し内側に入りました。ゴールキーパー深谷です。やっぱなかなか天然芝で、パスエグパスが繋がった。2対2や。もう田中純也さんとリータダナリさん、うわ中央に入れてくる。うわ田中純也を狙ったボールでした。すっげえ。カバーしたのは4番のガッパイ高島。すごいな。クリアボールを駒野は回収。どこにでもレジェンド。そして大関パスが来た。田中純也切り返した。いやクリア、ここはわずかにカバー。21番の矢吹。いやね、スマイラーズさん、はい、先ほど対戦したんですけど、ね、やはり守備硬いですからね、はい、後半なんとかこじ開けることできましたけど、はい、後半1点決めれてなかったら結構難しい試合だったんで、はい、いやスマイラーズさんもねかなり多分戦うと思いますよ。コーチにね、坪井さんがいるんで、そうっすよ。ディフェンスすごい上手いですね。大外小林1枚剥がして中を見た。ディレスのクロスボールヘッド。おーキーパー掴んでいます。ゴールキーパー岸大成です。すごいな。岸さんもあれですよね、強豪校出身ですね。富山の U18 ですね、はい、で大学が山梨学院大学です。そうですよね、はい、でも牧君もね、あの強豪校する。どこがやねん。ベスト8とかでした。県ベスト200 間違えた、県ベスト800や。落とした O2、 オフサイドはない。うわー、ヒールで小林。いや素晴らしいパスでした。セカンドボール、ナッツ大輔出てきた。来た、ナッツさん。そして前線残る。ナッツさん、うわ田中純也つなぎましたが。いやナッツさんちょっと出足いいっすね、やっぱ。いいっすね。はい。持ち上がって。オーバーラップ。太田。うわそして太田康介出てくる。浮き球のクロスボール、後ろから落とした。大津勇気。キープして左足。ナイスキーパー。すげえ。田中純也落として大津勇気でした。ちょっとレジェンドすぎるっすね、全部の攻撃が。うまいね、タイミングとか。まずここで太田光介追い越して、田中純也が胸で落としてキープした大津勇気の左足。あそこ打たないんですね。選択肢に余裕がありますね。流行りは打たない。良くない流行り。コーナーキック、柏木陽介が蹴ります。ファーサイド合わせる。スレーの中でファウルがありました。何やそれ今。冗談ですよ、助けてください。怖いね。僕怖くないです、冗談です。あれなんですよ、心の声が漏れちゃう。ちょっとあれ持っちゃってて。もう少し素敵な選択肢を考えておきます。いやでも今日あれです、まだ涼しいんで、はい、もっと暑かったりお腹すいたりしたら結構マキイカさん、ね、危ないと思う。赤ちゃんか。何やそれ。これでもいけた本当なんですよね。そうなんですね。ただ今日ちょっと唯一宮丸さんがちょっといろいろこうゴダゴダしてたので、はい、それに対してマヒ君が多分想定以上に自分のこう仕事量が多いということで少しストレスみたいなものを抱えてる可能性があるので。いや抱えてないです。機嫌が危ないかもしれないんで気をつけてください。マヒ君さん相当回してましたもんね。いや宮丸さんに直接ちゃんとやれやとか言えたんでよかったですね。起きた。浮き球のボールチャンスになる。岡田が詰めていくが、いけ岡田シュート。うわー、いやありますね。はい、チャンスメイク持ち込みました岡田直也。ちなみに岡田直也浦和東高校の出身で10年ほどブランクがあったそうなんですけれども、はい、一昨年この息子さんが生まれまして、その息子さんにかっこいいところを見せたいという理由でブランクを10年あったブランクを埋めるために再び活躍しているそうです。すごいな。いいですね、その息子に対してかっこいいところ見せる。僕も早く息子欲しいですね。 まずは彼女だろ。そうやった。悲しい。この中で探したら確かにね、今日だふとした時に出会いますからね。素敵な方たくさんいらっしゃると思いますよ。あとでアンケート取っていただける。ムンバと付き合いたい方やめとこうか。メンタル来るだけやなんか。飛び込んでくる。チャンスになるが、ここは体を張って対応します。うまっ、うまっ。リさん、リータナナリキープ、逆サイドを見ている。大津勇気、ワンタッチで田中純也へ。純也さん外から田中純也、大津勇気がサポート。リーさんのボレー見たいですね。見たいですね。ボレーはリータナナリ、うわい、ワンタッチで大津勇気、一対一流し込み。うわー、11分先制 J レジェンツ。うまっ。いやー、リーさんのこのワンツー、これ見てください。うわ、いや
もう大津幸の走り出しを蹴る前から見ていました。そして大津幸1対1流し込み、うん、まここは大津幸の走り出しを止めさせなかった飯田七海のパスから大津幸です。レジェンドやな。いや大津幸は昨シーズンまでジュビロ磐田でプレーをしました。僕ら、リー・タダナリさんに特別コーチになってもらって、はい、ウィナーズっていうチームで教えてもらったんですよ、はい、あのその時に周波数をね、はい、あのこう自分の周波数にしろと。例えばボールを持ってる選手がめちゃくちゃ慌ただしい人がいて、その人からボールもらった時にその人の周波数でもらうと自分も慌てちゃうと。なるほど。だからその慌てる人から来た時に周波数を自分のにしろっていう、まさに今はもうほぼ周波数でしたね。周波数でした、はい。自分のリズムを作ってパスを出したリータ隣です。大津うまかったな。逆サイドを使います杉山です。第1試合から続いてのスタメンは小林のカット。いいインターセプトだ。うわ柏木ノールック、ノールックで繋げた。おしゃれやな。もう駒野です。いや駒野さんもね、はい、普通に今ここにいますけどやばいですからね、はい、ワールドカップ2回出場しています。駒野さん あの J の引退のね、はい、あの、はい、引退セレモニー知ってます？子供さんのそうお手紙ですね。あれやばいっすよね、はい、あれやばいっすよ。皆さんあのいい意味で見ん方がいいっす。絶対泣くんで、はい、絶対見た方がいいやろ。いやどんないい意味や。あの泣きまくるんであれはいいでしょ。泣いて泣いていろいろ影響を受けた方が、うん、すごかったわ あれね。ちょっとあの内容言わんとこは後でちょっとみんなに見てほしい。駒野さんの引退セレモニー、はい、そこで J リーグの公式であのご覧いただけますんで。駒野さんの息子さんと僕らイベントで一緒になったっすもんね。そうやんね。あ、そうだね。あの子やんね、はい、ほぼ駒野さんでしたなあ。めちゃくちゃ逃げた。めっちゃいい子やったし、すごかったな。やっぱね、はい、親はここにいるっていうことで真木くんのね、子供もなんやね。なんやうちのちびひかがなどうなるよ。いやいやいや、やっぱ親がここにいるんでね、ちょっと。あ、じゃあイケメンになるってことか。いや、イケメンにはならないですね。なんちゅうこと言うね。そこは、まあ、そ、うん、その人をね、殴るとかっていうのはやめてほしいですね。そんなんしてないから俺俺を何や思わせたい。うわっ、これいくいきますね。ゴルフからここはリフレクションあります。三浦和馬が拾う。ちゃんとこれ、繋いでますね。持ち上がって縦パス、岡田からスルーパス、抜け出す、どうだ、那須大輔との対応。いやー落ち着いてる那須さん。あっこでね、昔引っ張ってレッドカードもらってますから。はい、はい、で、その後逆切りしてますね今のは16番の菅井文人の突破でした。小林、うわこれもキープします。小林翔太はちょうど1ヶ月前にこのレモンガススタジアム平塚で引退セレモニーを行いました。いやすごいですよね、はい、だからもうほぼ現役というか、はい、帰ってきたんですね、はい、湘南のアカデミー出身です。これ、ね、レジェンドの人たち本当にボールを持つのが本当に上手いんですよね、いや走らされるんですよこれ。だから前半は何とか耐えても後半がこれきついんですよ。やっぱりこの前半で走った分より体力持っていかれるというか。そうなんですよ、はい、なんでこれねできる限り保持したいですね僕ら。次しばしキープも。ここは小林リータ・ドナナリー抜け出した。大津勇気逆サイドから菊池が走っている。浮き玉クロスファーサイド流れて田中純也。うわうわめちゃくちゃミートしてる。えぐいコーナーキックです。これね奥さんの奥見てるんですよ。はい、手前の走ってる人をおとりに使っておく。贅沢ですよこんなの、はい、レジェンドの方々の試合を、ね、500円で入れてるっていう。本当にそうですね。幸せです。これ今生配信もやられてるんですよね。はい、那須さんの YouTube チャンネルでこちら生配信も行っております。でコーナーキック、キッカーは太田光介。うわすげえ全てのポジションにレジェンドがおる。アウトスイングのボール、ナスに合わせようとボール、ゴール球拾う、大津、うわ、すげえ、大津キープ、キレキレやな、みんなちゃんと見て持って帰ってね、小林、2人行きます、子供たちは、ここに来てる子供たち、2人行って戻す、浮き球のボール、そのね、YouTuber だけの試合だけ見ず、ちゃんと他の試合も見て勉強してください。そうっすね。いや本当にそれ思いますね。 YouTube だけじゃなくて、はい、ダゾーンもねたくさん見てほしいですね。はい、ダゾーンさんの YouTube を見るだけじゃなくてね、
いやもうあっという間にあと残り5分ですね。7分、はい、いや 5分です。5分です。20分ハーフで行われます。ボールに寄せていきますが、そこをうまく剥がしていく J レジェンズ。黒田さん、先ピッチ立ってて暑かった、はい、暑いっすね、本当に想像以上に。あと、あのピッチ、今日やっぱ水がないので結構、はいはい、カンカンなので、はい、結構ね、足を芝生に取られるんですよ、はい、めちゃくちゃ足にくるっす。なるほど。重くなるっす、体が。より僕ら人工芝でめっちゃ慣れてるんで、はい、吸収されないんですよ、人工芝、はいはい、でも天然芝ってやっぱね、そう、足がね、ふかふかなんだ。うまっ。大津のヒールから来た。ここは狭いところ、お京太郎、京太郎追っていきますが、ここ最終ライン、うわ、足脇、スルー、すげえ、もう楽しすぎる。田中純也をキープして大津、ちょっとメンバーやばいな。田中純也さんのスパイクがマッキンキンやな。嘘でしょ。逆サイドに繋がる、ワンタッチでリーダーとなり、すげえ。その前に田中がクリアしました。幸せすぎる。そこ見えてるんや。目に焼き付けよ、みんな。この柏木の左足です。サッカー得点だけちゃうからね。はい、中央のコーナーキック、太田が触りますが、ちょっと那須さんに決めてほしいですね。でも那須チャンネルで流してるし、はい、これ先ほどから何度か那須大好きに合わせるというシーンもありました。スマイラーズボールです。矢吹がやります。須貝が受けに来る。ただそこをカットしたのは柏木。タナの対応出てないかも。出たっす、ゴールキックです。出たっす、はい、周りを見るガッパイ高島、そして三浦和馬から。いややっぱ中央に、ね、行くのが難しいですね。あーどうも。ここは縦下がった。石橋から右の矢吹、中を見ながら持ち上がる。中央を使う石橋、左足で打ってきた。7番の石橋とタルです。はい、国家学院久我山高校出身の石橋です。はい、このメンバーにも海外でプレーされた選手、それから強豪校でプレーされた選手がたくさんいらっしゃいます。クーパーもね、強豪校でプレーされた。そうですね、はい、まあ中級の中級ですね。強いやん、はい、恋愛事業選手とか、はい、そういった J リーグが多数輩出してるはいですね。そこでねずっと出てたんですね。3軍でずっと応援してました。めっちゃいいやん。いやいいっすね。まあその悔しさを糧にね大学行ったんで。そうやろ。で大学その悔しさがあって大学ではもうねめっちゃいいプレーで1年生からの A チームな。はい、そうですね。4年間託した。折り返し戻す。大津行きスルー。4年間なんて4年間ずっと6人です。6人のサブです。6軍にまであったってサブがある。ちなみに何軍まであったんですか。あ、6軍っす。なるほど。最下位っす。チャンスやね。すいません、気まずくさせないでください。いやいやいや、嘘っす。ずっとやり通してるじゃないですか。いや、でそこからじゃあ途中でやめてないもんな、その言い方は、ね、はい、大学のサッカー。あ、途中でやめたっす。あ、そうです。なんだ子供。いやでもやっぱりやることに意味があるね。そうやな。サッカーっていうのはみんなカテゴリーとかじゃなくて、うん、もちろん上がいいけどね。でもやっぱりやり続けてるとこういうところでサッカーができる可能性が。ここで前半終了です。5秒残ってるっすよ。細かいな。残ってるけど場内 の, あのタイムに合わせた形になります。はい、イヤマルが押したリレーで1対0。Jレジェンズが大津勇気の得点で折り返しています。ベンチから大久保嘉人さん出てこられました。お、はい、すごいね。もしかしたら後半登場あるかもしれません。あるっすね。はい、それでは後半開始まで今しばらくお待ちください。 I'ma keep winning, winning I'ma keep winning, winning I'ma keep winning, winning
I'ma keep winning, winning. You can try to save yourself. ビータスフットボールドリームプロジェクトレモンガススタジアム平塚からお送りしております。 J レジェンズ対スマイラーズの一戦、本日の第2試合前半終わりまして1対0、 J レジェンズが大津幸選手のゴールで1点を先制しております。まもなく後半のキックオフ、後半は右エンドに J レジェンズ、左エンドにスマイラーズということになります。ただいま、はい、戻ってまいりました牧ひかさんとウンパルバサです。いやあのね、トイレ行くで出てったんですけど、はい、ちょっとウンパさん人気者すぎて行けなかったです、はい、ウンパさんあのヘッドホン逆ですねこれかわいいなんそれ。戻りました。はい、すいません、後半もよろしくお願いいたします。トイレ行ってないです。あのトイレ出てないかも。ちゃうんや、次のまず次の代表の、はい、昇進について話してました。後半のキックオフです森保様 と対談させていただきました。対談って言うな、一人一人勝手にご挨拶で対談って勝手に、うお大田光慶、大久保さん、納めで、そして大久保よしと登場しています。すげえ、早速出てきました、背番号13番。ちなみにちょっと余談ではあるんですけど、はい、僕あの一昨日よしとさんと大久保よしと選手さんと、はい、フェリー、あの船の中で23時間とかいるよって何かの企画だったんですか。そうですね、ちょっとイベントをご一緒させてもらって東京から福岡まで、はい、ありえないぐらい揺れてる船の中でご一緒させてもらって、相当な絆が芽生えたので、はい、ちょっと相手っていうのは悔しいですね。あれなんでそのマジで飛行機とか新幹線じゃなくて船で行ったの。思い出作ろうみたいな新幹線飛行機じゃもう思い出は作れない、作れない、あのレベルになると、はいはい、船じゃないと思う、船でやはり思い出作ろうと思いました。その大久保嘉人が後半登場しました。 J レジェンズ、あれ光次郎や、あそして坪井圭介も登場、お光次郎、うわ那須さんが戻ったか、下がったんですね。那須下がりましたね、はい。スマイラーズもガラッとみんな変わった、変わりました。前線に14番の小田が入りました。小田選手、仕上がって9番の岡田、さあ先に触ります、縦パスうまく抜け出した、どうだ、ここはゴールキーパー、いやーナイスキーパー。まだ1対0ですからね、はい、これ全然12分にありますね。12、スマイラーズはゴールキーパーが20番の上松に変わってます。ワンツーつなげて大津勇気、逆サイド菊池というところ、ハンドをアピールしますがホイッスルありません。外で受けた大津、ヒールでつなぐ菊池大輔、うま、大津中央を通して、うわ、中を見た、浮き球のゴールでつなげてきた、一人多い、最後は小林翔太、光次郎馴染んでるな、美しい軌道のパスでした。ここからですね、いやー予想番ちょっと馴染んでる、立ち上がり間もなく3分です。7分ずっとやりますかそれ3分です3分、はい、光次郎うまく触りました。あ、ちょっと怪我かな。あ、つった。ちょっと足がつりましたかね。2番の杉山でしょうか。まあ、1試合目も戦ってますからね。出ずっぱりの杉山です。そうです。後半開始3分でね。はい。相当ハードアップしてます。はい。これが J リーグレジェンズなんですよ。はい。走らされるんですよ。ちょっと運馬さんが前半危惧されていたことですよね、はい、23番のマリンボブがスタンバイしています。マリンボブ、はい、パラグアイやボリビアでプレーをされていたそうです。えめちゃくちゃすごいですよ、まあ、ボリビアだとね、プロレー気温はないと思うんですよ。詳しいボリビア、いやなんだろう、あるやろ、寒いんじゃん、暑いやろボリビアは、知らんけど南米の、そうですね、はい、知らんもしかしてボリビアの場所を、南米、はい、いましたね、
西田豪も入っています。山のボール、松すごいが飛び出す。ボール繋いでいきます。ここで前線へ、どうだ、ゴールキーパー出てきます。圭介の対応です。圭介やっぱり安定してますね。圭介はうますぎます。はい、シュート入らんよね、練習で。ほんと入らん。今のも素晴らしい飛び出しでした。おっと、チャンスになる。スマイラーズチャンス、いつまでかわして後ろから岡田。おっと、PK はないか。ホイッスルありません。今日ってこれ VR とかあるんですか。はないですね。はい、ないですね。ビジョンにリプレイは、出されます。なるほど。はい、おっと、うわ、すげえ。よっ、大塚菊池、これはリフレクションがありました。ここまで落としたスマイラーズは何かスタンバイしています。4人 ?3 人切りますね。11番の俊平、8番の比嘉元気、スマイラーズボールになります。バカバしたいな。マリモブ落とす。これは大津のファールになりました。マリンボブ、今日初めてお笑いしてる。え、おお、レッドカード、いや、イエローカードです。レッドカード持ってたんだ。みんな持ち込んでる。ポケットに入っていました。すみません、ありがとうございますじゃないあれね、レジェンドに対して絶対やりますよね、あれ、うん、僕らもやりますね。失礼なことしたらちょっとすみません、ありがとうございました。24番の庄司、11番の俊平、8番の比嘉元気が入ってきました。スマイラーズです。仕事、アイドソース、すごいのクリアです。スマイラーズもロングスローですね。そうですね、はい、パナさんの10番、パナのロングスロー。町田テレビはね、はい、配信してますか。すげー、特徴的な。やばい、合わせてきた。決まるか。どうだ、どうだ、外野です。かっか、かっこえ、なんという跳躍力でしょう。ケースケース、イブ CP、ケースケース、ケースケース違うね。おばちゃんはどこにいるんですかね。より惚れちゃうでしょ、こんなとこ見たら。なあ、こいつ見せたいな。太田縦パス、大久保つなげて西田、ただこのボール奪い返す、縦パスが通る。この球際、スマイラーズボール。スマイラーズちょっと乗ってきたっすね。徐々に繋がりますね、はい、先ほどのファールから、はい、ちょっとやっぱお笑いをね、やってあそこでリズム作ったんですね。縦パスが来た、チャンスになる。いやー、これ出てくるんだよね。俊平が飛び出していきました。イブ CP、ケースケース。イブ CP が何もならないんですよ。母ちゃん、どこにおるんですか。そしてここでハイプレスに行きます、スマイラーズ。少し1分が速くなってきました。大久保キープ。うわ、縦に打つける。うわ、太田康介、すげえ。許して、オフサイド。うわ、来た、すげえ。オフサイド、クラック上がらない。うわ、太田康介、そして大津祐希。あ、あ、PK か。PK です。ちょっとこれは後ろからかかっちゃった感じですかね。はい。シュート打つ前に。康次郎蹴るなよ。あ、でも安心してください。大津選手笑っています。康次郎蹴るなよ。この抜け出しで太田康介のクロスから合わせていった。康次郎。聞こえへんな、これピッチ。あ、聞こえ。康次郎。蹴るなよ、康次郎。J レジェンドの PK で康次郎蹴るなよ。康次郎絶対蹴るなよ。後ろから走って蹴りに行くなよ。ごめん、頼む、蹴ってくれ。PK はこれで売れるか売れへんか決まる。ボールを持ったのは大久保嘉人です。おお、康次郎、嘉人さんはめちゃくちゃ優しい。 J1 通算191得点。いきなり蹴っても絶対に怒られません。
守るゴールキーパー上松翔太です。コウジロ一旦ちょっとペナルティーアークのところまでお願いします。そこからダッシュしてコウジロペナルティーアークのところまで。やんなって言われたらやってまうからなあいつ。コウジロ蹴るなよ。結構そういってます。オープンウエスト助走をつけたキーパーを向いて流し込みました。コロコロ PK 決まりました。 J レジェンズ2点目。コロコロ PK すげえ。30分。これ最後までキーパーを見てましたね。これ小学生とかね中学生勘違いしがちなんです。コロコロ PK はもう一番技術いります、うん、の PK の中でも、はい、駆け引きしまくってのやつです、はい、読まれたらスピードもないし取りやすいですから、うん、それをレジェンドしていいですか。スマイラーの19番の雨がスタンバイしています。痛いで J レジェンド1点追加。フクラのボール西田に合わせる。岡崎の浮き球から抜け出した奥を、これはオフサイドです。あ、那須さんが指示を送っています。出ないですね多分ね、次のね、シリーズに温存したいですメンバー。安牌に行きましたね。うわいや何すげえ。ボール残す。このボール流れます。吉田さんもボール受ける前止まってたっすよ、うん、止まった状態でねほぼメッシっすね。いきなりスピード上げていきました大久保嘉人。6番の三浦ここは繋いでいきますスマイラーズ。そしてここに西田が見ているが前線へ小田につける。このポストプレーがつながる。うわー坪さんターンしますが坪井が体を入れる。そしてカウンターになる J レジェンズ。すごいな大久保から浮き球のボール。那須さんが出てくる。那須大輔スタンバイしています。那須さんどこで出るんですか。集中してます、はい。いや、集中してなす。おー、うまい。うまくはないね。那須さーん。あ、気づきました。どこで出るんですか。右。右一番できひんでしょう。言うな、そんなこと。ほんで、右のどこ。右サイドハーフ。バック、ハーフ。田中純也、岡崎インサイドバックサイズですね。短いタッチで繋いでいきますがここでボールカットする。そうか、駒野さんもうずっとフルで出てますね。そうですね、はい、うわぁ試すをフリーキックです。あ、イエローカードがつきますか。吉田さん、レッド吉田さんもレッドカードがやっぱりね、現役時代もかなり多くもらってたので。そうですね、ちょっとね今日もありえますね、はい、次の試合出れなくなりますから。奥久保嘉人イエローカード104枚は J1 最多、レッドカード12枚は日本人最多です。え104枚。すごっ。104枚すごいな、はい、領収書やん。どうしよう。裏を狙っていきますが、これもドリブルしよう。縦パスつける大久保嘉人。
田中純也ターンして浮き球のボール。あんなね簡単に見えて、はい、難しいんですよ全てのプレー。ワンタッチ小田のコスプレー、空中戦になりますが収めたのはスマイラーズです。いやー友木が勝ちました。俊平持ち上がる、あっとちょっと合いませんでした。やっぱね、ベンチの一体感がすごいですね、はい、ずっと立ってますね、はい、応援してますからね。太田戻す、間を通す、引っかかります。それを回収したのは菊池大輔、うまっ、ここキープ、奪われない。そして西田剛、なんですの吉田さん平気。そして最後まで詰めていきました。この楽しいです、ね、長く思わない。抜け出してきた、お子さんもね、はい、海外にスペインね、はい、たんですね、はい、単身ですよね、あれ単身です、ね、すごいね、サッカーね、サッカー、サッカー、お父さんの背中を追いかけてて、はい、カヤが周りを見ながら、うわこれが繋がります。駒のピンポイントですよ、圭介の。田中純也からみんな開いて、その田中純也を使う。あれ、那須さん右サイドハーフやってるな、やっぱり。そうです、那須大輔右サイドハーフですね。いつもより1列前です。久保さんです、タッチスタンス、ここまで厳しいチェックが入ります。あれが久保さんですね、はい。先ほどはかなり小田選手にはポストプレー収まっていました。ジェイレジェンズはゆっくり時間を使います。かや、そしてこのキックです。裏に走っていたのは大久保嘉人、オフサイドありません。浮き球だ、ゴール、ゴール決まりました。大久保嘉人すげえ、深谷のロングボールから一本で完結しました。大久保嘉人すごすぎる、圭介嬉しいやろうな、すげえ、すごい。3点目ジェイレンズ、これですよ、やっぱあんな簡単に日本ロングボールからのワンタッチ。いや圭介くんもうレジェンドだな、これは。アシスト深谷です。これエグいな、うまっ、全部ちょうどいいもん、うん、高さ、速さ、抜け出したボールとディフェンダーとそしてゴールキーパー見ながらですよね。すごすぎる、すごいな、楽しいやろな、サッカー相手と今からやるんか、いや、いや楽しみ、楽しみやけど、でもやっぱどうせベンチやん。あー、出る、一応一応なんや、6分やったけどね。あと、うまっ、うわ、ケイスケ、え、ケイスケ君が乗ってるな。那須大輔から駒野を落として田中純也、うわ、駒野キープ、すげえ。そして那須切り返して一度戻します、相手を引きつけてここで戻す、うわ、逆サイドに振ります、これが見えています。そして太田康介、菊池大輔、太田を追い越す、で大久保も受けに行きます。大久保、うわ、打ち球を取った、これはオフサイド。いやもうさ、やめろよそれ、もうこれが見えてるんですね。何何だよ、うますぎるっすね、楽しいやろな、ここまで上手かったら。確かに、もう確かにこんなサッカー上手かったらもうご飯とか食べる暇もなくサッカーしてたいですね。どういうことよ。いやいや、それぐらいあんなに楽しいなんですか。ご飯楽しいやん。そうか、持ち上がります。俊平から左使う、一瞬報いたいスマイラーズ、縦に来た、クロスが入りますが深谷です。もう残り時間ないよ、
シュートとケイスケ残り1分を切りました。届くよケイスケなら。ここは繋いでいきます。太田、いやスマイルズありますよこれ。ラスト、ここは太田マリボブから縦来た。実況解説であんま言わんけど初めて言う。もうないよいやいや、今ほらほらチャンスあります。ほら持ち上がる、ほら左からフリーになった。シュート狙ってきますが、ここもそう。いや、今の入ったとしても1点やからまだ逆転ありますよね。ないよ。いやいやいや、ね、一応こうやっぱ実況とか解説とかやったらそのね可能性はゼロじゃないよっていうことを伝えるのが実況解説。女子は2点みたいな感じ。そうっす。やったらまだあるかもしれないけど、ないよ。ない。あれ、間もなく40分言うやん、実況解説の人まだありますみたいな、ゼロ3とか、はい、いや、ないよ。ちょっとかけます。チャンスになる。ちょっと大久保大丈夫か。スタミナが、ね、大丈夫ですかね。ありがたいですね、僕らの次試合なんで。ありがたい、ありがたい。使い切ってほしい。これあるよ、これある。中を見た。これあるよ。クロスボール。あるよ。お外。あるよ。優しい。チャンスになる。切り返してシュート。ハンド、ハンド、ハンド、ハンド。来た。TK。来た。スマイラーズ TK 獲得。いや、ケイスケ君ね、PK マジ止めますから、おっと。ちょっと待ってください、はい、すいません、コウジロウです。え、なんでコウジロウやったん。すいません、コウジロウでした、ハンド、はい、当たってしまったことをアピールしています。コウジロウ蹴るなよコウジロウ蹴るなよ蓮見さん、イージー蓮見が決めました。そしてここで来た来た来た、ゴールパフォーマンス。試合終了ですが、ここでゴールパフォーマンス、ベンチに向かっていきます。カメラに向かってせどこ向いてやってんねん。ゴールパフォーマンスは決まりました。カメラに向かってこうや目の前にカメラがあります。観客席にこうや、どこ向いてやってんねんここで試合終了です。3対0 J レジェンズ大津勇気、そして大久保嘉人 PK とループシュートの、1点ずつで合計3対0で3対1失礼しました、最後にイージーハスメが PK を決めて3対1で勝利を収めました。いやー、いい試合でしたね。はい、ウンパさんいかがでしたか。いやー、白熱しましたね、はい、本当に。でもやっぱもう最後ね PK であの感じでなんかもうほぼスマイラーズの勝利ですね。そんなことないやろ最後は本当ムード持ってきましたね。はい、牧彦、はい、さんいかがでしたか。やっぱり J レジェンドのその選手の一人一人のその細かいところのうまさっていうのをねこう生で感じてて非常にいいものでしたし、はい、スマイラーズは2試合目にしてもやっぱ守備で硬いところもしっかりあったのでいい試合が見れたので非常に良かったです。はい、ありがとうございました。この後は J レジェンド対 FC レジェンド、そしてウンパさんも出番ということで、はい、はい、ぜひ楽しんでください。そのさ、ウンパ点取ったらさ、キヨキヨとかさ、ボケーのケーとかいける。点取ったらキヨキヨやります。おお、嬉しいね。ボケーのケーではなくてキヨキヨいきます。嬉しいね、それは、はい、楽しみやね。では放送席からお楽しみしております、はい、でこの試合の解説は牧彦さんとウンパルンパさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。